こんにちは。2020年9月15日です。知床にやってまいりました。これからルート334を通りまして知床峠を登っていきます。今回の登り、どうでしょうかね。下の方は天気いいんですよ。でも上の方に行きますとどうなるかちょっとわかりませんが、なんとか行けるような感じがしてます。空は青空です。快適な登りをどん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 登っていこうかなというふうに思っております。なかなかいいですね、知床峠。何回来てもいいところですよね、ここ。この風景。右も左もこう、何も建物も何もないですよね。まあ峠だから、なんとな、まあ普通は何もないかもしれませんが、ここに来てこういう天気に恵まれて、本当にラッキーだなというふうに思いますね。知床峠の天候はどうなのかなというふうにもう気にしながら走ってきてます。途中ですね、非常に気に入ったビューポイントがありまして、以前何回も撮らせていただきましたので、今回は素通りということです。まあ、今回何やるかと言いますとですね、一回こう峠を登っていくんですよ。で降りますよね。降りまして熊野湯に入るんですよ。それから今度予定変更いたしまして相泊まり行きます。相泊まりの露天風呂、上の方から皆さんが見てる露天風呂に、入って、でまた戻ってきてですね、また熊野湯に入ってですね、でこう U ターンして今度羅臼側から知床峠を登っていこうというルートに変更いたしました。あまりにもちょっと天候が良くてですね、まあ今日はいいなということで、今日はもう露天風呂のお風呂温泉三昧だということでもう決めてしまいました。道の駅をうろうろこうドライブして歩くよりももう温泉使って知床峠を通ってそれで終わりという、ことにもう勝手に決めて、してしまいました。まあこの後のこの次の動画でですね、相泊まりがちょっとだけ出ます。まあ入浴してるとかは出ませんけども、まあ相泊まりまで行くルートとか、まあ熊野湯の話などを少しだけさせていただこうかなというふうに、思っております。今回は知床峠の登りです。本当に気持ちのいい峠ですね。上の方に行きますと若干雲の中に入ったんですよ。でも別に雨は降ってるわけではなし、雲の中にただ入ったというだけです。峠の上の展望台におりまして、スマートフォンを持ち出しまして、写真を撮りました。それからまた快適な下りです。遠くの方の北方領土はちょっとだけ見えたぐらいですね。ちょっともやってました。で北方領土はちょっと見えませんでしたが、ここまで来ますと北方領土はやはり日本の領土だなというふうに、思っちゃうところですよね。知床峠、これから秋に向かってこれから紅葉が始まると思います。今9月の15日ですね。まだ夏の雰囲気を残してますね。上の方は寒いですね。もう10度ぐらいになってますね。車のヒーターを入れました。上の方に行きましてもうヒーター入れて温まりながら登っていきました。また下の方に行くとまたそこそこ暑いんで、またヒーターでなくて普通のベンチレーターに切り替えてということにしてます。登りはですね、結構きついんでずっと3速のまんまですね。3速のまんまゆっくり登ってきます。エンジンの回転数は3000回転です。3000回転を試しながらゆっくり登っていきます。もうこの動画の方は頂上を過ぎましてこれ下りになりましたね。道路の工事とかをいろいろやっています。ここをずっと下っていきますと熊野湯があります。果たして熊野湯はどういう状態になってるんでしょうかね。ちょっと気になるところではあるんですが、この時間帯ですと今これ8時ちょっと過ぎなんですよ。多分、熊野湯空いてるなということです。午後になりますとですね、漁師さん方が入ってくるんですよ。漁師さん方が来て冷たい体を温めるということで、もうやたら温度が上がっちゃうんですけども、今の段階だったらまだ何にも入ってないなということで、ひょっとしたら私一人かなということで、これはいいぞということで、走っていきます。今途中の方で車を止めている方がいらっしゃいましたけど、あそこは結構いいポイントなんですよね。この道路がずっと見えまして、この下っていく車が写真撮れるところなんですよ。多分あの方は私の車を撮ろうと思ってるんじゃないかなと思うんですけども、なかなかいいですね。峠もこれだけすっきり、見えますとなかなか気持ちいいですね。いつもここ来ると本当に雲の中で何にも見えないところですよね。
なんですけども、遠くが見えますと、なかなか綺麗な見晴らしがいいです。北方領土もちょっとだけ、見えておりました。そんなんでまた、ここをまた逆方向に、登ってきます。逆方向に登ってくるのは午後になるんですけども、果たして午後は、どんなような状況になってるんでしょうか。これはですね、網走道の駅に、泊まらせていただきました。途中の B ポイントです。これは朝方早いですね。日の出とともに起きてうろうろしてますんで、どこですかね、ビューポイントでこれから知床の方に向かおうかというところです。次は若干逆光になってしまったんですけども、ちょうどいい景色だったんで、ここでも立たさせていただきました。それから車で走ってきまして、おしんこしんの滝ですか、あそこ行きます。今回は動画で撮るということで、ジンバルを持って上の方に上がっていきました。ジンバルを斜め45度にして、上下動をできるだけ減らしながら登っていきます。誰も人がいなかったんですよね。でも流れの方は、まあ、前回来た時よりも穏やかだったんで、あ、これだったら大丈夫だなということです。水しぶくもそれほど飛んでおりませんでした。前回は水しぶくがすごかったんですよね。これはとんでもない大変だということでやめたんですけど、今回は登っていって、撮影させていただきます。なかなかすごいですね。まあこの頃雨があまり降ってなかったんで水量はあまりなかったみたいです。これから知床峠のこれが一番頂上といいますかビューポイントですね。このちょっと過ぎたところが頂上になるんですけども、寒いですね、ここまで来ますと。で、ちょっと降りて、撮りました。いや、風が結構ビュービュー吹いてますね。それから看板がありまして、ここは何々山って書いた、看板がありました。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。